北欧神話の世界はユグドラシルと呼ばれる巨大な木の上に存在していると言われています。このユグドラシル、果たして樹種は何で、どういうところで生育していたのでしょうか。こんにちは、藤吉田です。今回はちょっとマニアックな北欧神話の世界樹ユグドラシルについてご紹介していきます。それでは行ってみましょう。北欧神話の世界樹ユグドラシルの概要。世界樹ユグドラシル、北欧神話に登場する一本の木のことです。ユグドラシル、イグドラシルとも言われており、世界を体現する巨大な木です。アースガルズ、ミズガルズ、ヨトゥンヘイム、ヘルヘイムなどの9つの世界を内包する存在とされていて、そのようなことから日本語では世界たつきや宇宙樹などと呼ばれたりします。北欧神話の世界は9つの世界に分かれると言いましたが、大きく分けて3層からなっています。それぞれ神々の住む世界アースガルズ、人間の住む世界ミズガルズ、死者の住む世界ニプルヘイムです。また3層すべてを貫く巨大な木がユグドラシルなのです。それでは簡単に一つずつ説明していきます。アースガルズ、アースガルズには世界を支配するアース神族の館が立ち並び、強固な城塞によって囲まれています。この世界にはまたアース神族と同盟するバン神族の国バナヘイム、エルフの国アールブヘイムが含まれています。アースガルズを支配する神々の長はオーディンであり、その館はバルハラと呼ばれます。バルハラには戦いにおいて戦死した勇敢なる者たちがオーディンの使者たる戦う乙女ワルキューレによって運ばれます。彼らは毎朝互いに戦いを開始し、敗れて死んだ者も幽谷には再び立ち上がって宴に列席すると言います。彼らはオーディンの命によって互いに戦って技量を高め合い、最後の戦いラグナロクに備えているのです。ミズガルズ、ミズガルズとは北欧神話において人間が住む世界のことです。その周囲は太陽に囲まれ、太陽の中には王者ヨルムンガンドが潜んでいます。ヨルムンガルドの全長はミズガルズを囲む太陽を一目ぐりし、その尾を加えることができるという巨大なものです。ミズガルズの東の果て、あるいは太陽を越えた東方に巨人族の国ヨーツンヘイムがあります。ヨーツンヘイムには多くの巨人が住むが、中でも著名な都市は巨人の城塞ウトガルドであり、その王はウトガルドロキと呼ばれます。ミズガルズの北方には小人ドワーフの国ニタベリールがあり、小人たちは洞窟や洞穴に住んでいます。またその地下に黒妖精闇エルフの国スバルトアールブヘイムがあるといいます。しかし後世のファンタジー文学とは異なって、小人たちと黒妖精の区別はいささか曖昧であり、同一種族を指すという説もあります。ニブルヘイム、ニブルヘイムは死者の国である。ミズガルズから地下あるいは北方に馬で9日進んだところにあるといいます。雪と氷に覆われて寒気と夜に閉ざされ、その女王はヘルです。ヘルが治める同盟の城塞ヘルよりさらに遠くに死者の世界ニブルヘイムがあり、悪人はその地まで流れていって死ぬという遺説もあります。これは
日本神話にもよく似ていますね。まさに神話の世界観です。現代人の我々には理解しがたい内容ですが、古代ではそれこそが当たり前の真実だった時代があるのです。語源は YGG ユグの馬であるという説が有力で、恐るべきものの馬と言われています。ユガおよびユグは主神オーディンの数ある異名の一つで、その名はオーディンの馬を意味していると解釈されています。北欧神話の世界樹の樹種はトネリコ。ユグドラシルの樹種はもちろん伝説の木なのですが、その木は現実に存在するトネリコであると言われています。トネリコは木生科の落葉樹で、原産地は実は日本なのです。これはすごいことだ。日本原産の木が北欧神話の世界樹になるだなんてと思われた方、残念ですがそうではありません。実はユグドラシルは日本原産のトネリコの近縁種である西洋トネリコに属する木なのです。しかしトネリコは元は純然たる大和言葉でトヌリキがなまったものだと言われています。トネリコ、トヌリキ、確かに似ていますね。実は縄文時代の遺跡からこのトネリコの弓が出てきたなんてこともあるようです。トネリコとオリーブ。先に述べたようにトネリコも西洋トネリコも木星科に属します。ギリシア神話では北欧神話のトネリコと同じようにオリーブが神聖な樹木としてよく登場します。実はこのオリーブも木星科で、トネリコとは近縁種にあたります。しかしギリシア神話にもトネリコが登場します。ギリシャ神話のトロイア戦争の英雄アキレウスの槍がトネリコ製であったと伝えられています。アキレウスといえば足首のアキレス腱の語源となった人物で有名ですよね。アキレウスがそれだけ重要人物だったってことですね。トネリコは北欧においては材木用として書くことができない樹木であり、ギリシアが食する地中海地方ではオリーブが生活に密着した重要な樹木でした。両方ともに神話においてよく言及されるのは、それぞれの地域において人々が生きるために重要な役割を果たしていたからだと言えるでしょう。世界各地の神話に見られる世界樹。世界の重要な要素として巨大な樹木を配置するという考えは北欧神話特有のものではありません。世界各地の神話にも世界樹と呼ぶべき樹木が登場します。例えばキリスト教の生命の木が有名です。旧約聖書の創世記ではエデンの園には知恵の木と生命の木があったとされています。そのうちの知恵の木の実をアダムとイブが食べてしまいます。知恵の実を食べたことで羞恥心が芽生え服を着るようになり、そのことで神に実を食べたことがバレてしまうというちょっとお茶目なエピソードがありますよね。神は残りの生命の木まで二人に食べられると人類は神と同じ力を持ってしまうと危惧します。そこで炎の剣とケルビムを持って生命の木を守らせたといいます。ケルビムは地天使と呼ばれる天使の一人です。旧約聖書はキリスト教だけでなくユダヤ教やイスラムでも聖典として扱われています。そのうちユダヤ教ではカバラと呼ばれる神秘思想が生まれ、その中で生命の木は重要な役割を担うようになります。ここでは生命の木は10個の円セフィラとそれらをつなぐ22本のパスによって図式化されます。これがセフィロトの木です。このセフィロトの木は
アニメなどでよく使われたりするので、見たことがある方は多いのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。もしこの動画が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。